今日はプロ初勝利、大谷選手、そして大谷選手が始めていきます。まずこの初めて立ったお立ち台、ここからの景色はいかがですか？すごいファンの方の声援に助けられましたし、多くの先輩方の、援護にもすごく助けられたので、すごくいい初勝利になったかなと思います。そして大谷選手、この大歓声です、いかがでしょう？すごく嬉しいですし、まあ、声援に応えられたかわからないんですけど、まあ、チームが勝ったのですごく良かったかなと思います。今日は1試合目の先発マウンドになりましたけれども、どんな気持ちでマウンド上がったんですか？前のピッチングではすごく迷惑もかけましたし、また先輩方に助けられたので、まあ、なんとかテロを抑えて、勝利に貢献できるようにと思ってマウンドに行きました。粘りとピッチングが続きましたけれども、どんなことを意識してましたか？まあ、もう鶴岡さんのリードを信じて投げるだけでしたし、ピンチの時もショートの大関さんをはじめすごく、まあ、いくいく声をかけてもらって、すごく助けられたので、まあ、今日は先輩方にすごく感謝したいなと思います。今先輩方という話もありましたけれども、隣にいらっしゃいます鶴岡選手のホームラン、非常に大きかったんじゃないですか？すごく頼りがいのある先輩で、本当に助けられました。さあ、大谷選手、これでプロ初勝利ということになりましたが、ウィニングボールって今どうされてますか？見せていただいていいですか？ちなみにこのウィニングボールはどうされる予定ですか？両親にあげたいなと思います。第一歩を踏み出したわけですけれども、ピッチャーとしてはこのプロの世界、どんな活躍、どんな目標を抱えていますか？まだまだ課題の方が多いですけど、本当にチームの勝利に貢献できるように、また毎日練習頑張っていきたいなと思うので、応援してもらえればすごくありがたいです。ピッチャーとしては今日の大活躍を見せましたけれども、二刀流ですので、野手としての活躍もファンの皆さんが非常に期待しているところです。明日も試合ありますけれども、野手としてはどんなプレーを期待していいですか？どういう場面で使っていただけるかまだわからないんですけど、出たところでしっかり活躍できるように、またファンの方々の声援に応えられるように、準備をしっかり、心の準備をしっかり持って、明日に臨みたいなと思います。では、続きまして、鶴岡選手にお話を伺います。今シーズンの初ホームラン、そして2年ぶりのホームランです。お待ちしておりました。いかがですか、この大歓声。多分ファンの皆さんが一番びっくりしていると思うんですけど、僕が一番びっくりしています。打球ピンク伸びていきましたけど、打った瞬間の感触はいかがでした？ホームラン打つ感触忘れてたんで、まさか入ったとは思わなかったので、ちょっとびっくりしましたね。隣にいる大谷選手も、鶴岡選手のホームラン入ったときに、ベンチ前でガッツポーズ見せてました。そうですか。まあ、そうですね。早く援護できてよかったですね。はい、プロ初勝利を挙げたわけですけれども、ちょっとサインミスのようなところもあったように見えたんですけれども、ピッチャーとして評価すると今日はどのぐらいになりそうですか？いや、勝ったんで100点じゃないですか？そしてこれからプロの投手として歩み進んでいくわけですけれども、何かメッセージを送るとすると、選手会長からどんな言葉をかけますか？そうですね、やっぱりチームが苦しい時に絶対チームに勝ちをつけてくれるようなピッチャーになってほしいなと思います。さて、明日からもまだまだ試合が続いていきます。明日からの戦いに向けて、鶴岡選手から意気込みをお願いします。そうですね、まだ借金がたくさんありますので、早く返して、ファイターズは絶対に優勝できるチームだと思いますので、
ファンの皆さんと一緒に戦って、秋には絶対優勝したいなと思います。初めての試合ですので、マイクを渡します。大谷選手をこの札幌ドームで初めて見るという方も非常に多くいると思いますので、自己紹介、決意なども含めてよろしくお願いします。背番号11の大谷翔平です。来ていただいて、すごく声援が力になりました。また明日からも多くの戦いがありますけれども、多くのファンの方に来ていただいて、それを力に変えて頑張りたいなと思います。今日はありがとうございました。